はい、随分汚れが取れてますね。はい、この中にも、残ってます。前回のですね、スクジュから、出来上がったこれ蜜ろうです。この蜜ろうをですね、こういう形にきれいにですね、成形を今からしていこうと思っています。で、準備するものですね。準備するものはまずこれカセットコンロからお湯がこれ今入ってますけども、ね、お湯を入れるための鍋ですね。干すためのこれザルとキッチンペーパー、ビードのキッチンペーパーです。から、こうやってフロン加工の鍋なんですけども、これを2つですね。それとこれはインターネットとかで売ってますけれども、蜜ろうを入れる型ですね。こういう風な形になります。こっちの方、まずはですね、これ今沸騰してます。沸騰している鍋にこの鍋を入れて、で、これが出来上がったですね。まだあんまり完全に綺麗には出来上がってないので、これを入れます。スローですね。で、湯煎していきます。溶かしていきます。蜜ろうがだいたい溶けたようです。そしたら次はですね、ビードのキッチンペーパー、これをザルの上にですね、こういうふうに敷きます。まだこの中はですね、汚れが残ってるんですね。きれいにするためにこします、はい、下には鍋を置いて、上にこういう形でザルとキッチンペーパーですね、この中に流し込んでいきます。そうするとですね、中の汚れが全部取れます。汚れがやっぱりこの中にも入ってますから、これを取っときますね。取れてますね。はい、この中にも、残ってます。これ外すと綺麗な綺麗な蜜ろうが出来上がってます。これをもう一度温めます。溶けたようです。そしたら型の中にですね、素早く入れていきます。一つがだいたい 50g ですね。なるべく水平な場所を選んで入れてください。
露出来上がりました。ちょっと外してみますね。綺麗にできてます。こんな感じで本当に綺麗な蜜蝋が出来上がりました。スモンですね。スモンもまあ内側ではなくて外側ですね。外側に塗ってあげるってことですね。でこれ、ま、なんで、外側かというとですね、あんまり内側に塗るとですね、スムシが中に入り込む可能性があるんですね。ですから、この蜜蝋を塗るときは私の場合は、まあ、外側に、塗っています。で蜜蝋は基本的に相撲のところとこの天板ですね、天板四隅それぐらいでいいのかなというふうに、思います。日本ミツバチの蜂蜜採取できるのは年に一度だけ。止めたてス蜜を食べてみよう。日本ミツバチの蜂蜜巣ごと食べてみよう。日本ミツバチの蜂蜜採取できるのは年に一度だけ。止めたてス蜜を食べてみよう。日本ミツバチの蜂蜜巣ごと食べてみよう。日本ミツバチの重箱式巣箱販売開始だよ。キラキラカム待ち受け巣箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き。新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。しみし
式の自由です箱販売開始だよ。キヨキヨ紙の自由です箱をゲットしよう。日本ミツバチの重箱式巣箱販売開始だよ。キヨキヨ紙の自由です箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き。新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。日本ミツバチの重箱式巣箱販売開始だよ。キヨキヨ紙の自由消す箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き。新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。日本ミツバチの養蜂を始めませんか？九州ミツバチ工房では日本ミツバチ養蜂グッズの販売をはじめ、飼育の仕方や採蜜などのワークショップの開催を行っており、飼育のご相談もお受けしております。走って走って。